はい、ということで、今回ちょっとね番外編みたいな感じになっちゃうんですけども、あの前回の面白企画で僕のコーディネートをメンバー全員で決めてもらうというね、そういう企画をやったんですけども、まあ、それの準備を皆さんにご投票してもらって決めてもらうという形だったんですけども、それの結果が出ましたので報告いたしたいと思います。イエイ。本当にたくさんのご応募があって、まあ、正直あの投票ボタンポチッと押すと中身見れちゃうんですけどもね、まあ、せっかくなんで発表していきます。まず第3位、ドク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 、ボン、にわけん。にわけん、登録したらポイントついて安くなりますみたいなやつとか、あの時間も2時間ぐらいもかけてね、あの選んでくれてすっげー頑張ってくれたんだけども、普段着ないやつついてね、ちょっと視聴者の皆さんがついてこれなかったと思います。俺的には結構ねすげえなんか新たな自分見れたって感じですごい良かったんですけどもね、まあ、多分ちょっと斬新すぎて、まあ、今回の企画には向いてなかったのかもしれないですね。はい、ということでにわけんさん3位です。第2位、水木さんです。まあ今ねまさにこれ着てるんですけどもね、このパーカー、まあ、ある意味こう、まあ、無難っちゃ無難かもしれないんですけども、行き過ぎもせず引き過ぎもせずって感じでね、多分あの一番こう安定してたんじゃないかなと思いますけども、残念ながら第2位でした。ということでね、第1位は、タツマくん決定しました。おめでとうございます。あの、グレーのね、上下セットアップでやってもらってですね、そう、僕自身ね、全然着たことがなくて、でもすごい似合ってるし、なんかかっこいい気もするし、まあ確かにタツマね、よく、俺のことも、流行もよく見てるなっていう、そういうね、まあごめんなさい、上から見てなんですけども、まあそれが多分視聴者の皆さんもね、これだこれだってなって、第1位に輝いたんだと思います。まあということでね、ドベの人は自腹ということなんですけども、今回の自腹は、にわけんくんでーす。ごめんね、にわけん、めっちゃ頑張ってくれたんだけどね。まあということでね、結果はこうなんですけども、まあ僕個人的なこう、MVP を、ちょっと考えていきたいなと思います、せっかくなんで。まずね、タツマくん。まあ、めちゃくちゃね、俺に合ってるし、流行も捉えてるし、まあ、かっこいいんですけどもね、コーディネート対決の動画を出した後にですね、僕の同級生から LINE が来まして、あれ？もしかして、陽介の着てる服、これじゃない？って言ってですね、こちらの画像が送られてきました。ドン！どうですか皆さんこれ。全く同じ。まあ、中がね、ちょこタートルネックで白色なんですけども、まあ、僕ね、黒色で、もうほぼ違いそこしかないと。これもほぼマネキンそのまんま買ったと同じじゃねえのかな、つまり。しかも福士蒼汰だよ。むしろ俺福士蒼汰にコーディネートしてもらったようなもんだよね、これ。ということでね、ちょっとこれ減点ですね。もう、コーディネートというかもうほんとマネキンそのまんま買いました感がちょっと、まあ、本人はね、どうなのかわかんないよ。もしかしたら、俺のことを福士蒼汰と同じだと思ってるかもしれないよ、本当は。こいつは福士蒼汰になれるなと思って買ってくれたんかもしれないけども、もう自分で考えて買ってくるというそういう内容なんで、まあ、ちょっと減点ですこれ。減点。マイナス50点。はい、残念でした。じゃあ次、水着コーデ。これですね。私服溶かしてるぐらいね、着てるんですけども、まあ、彼ね、動画でも言ってたんですけども、15分ぐらいで選んできたわけですよ。だいたい1時間ぐらいで買ってきてっていう話だったんで、45分ぐらい余ったんですけども、もうずっと自分の買い物ひたすらしてたらしくて、でその日朝からずっと、あ、買い物して、買い物してってずっと言ってて、陽介はこれが似合う、もうこれしかねえっていうそういうので、選んできてくれたんかなと思ったんだけども、自分の服買いたいがために、俺の服をこう一瞬で選んだのかなっていう、そういう疑惑があると。愛がないぞ。ということで、これちょっと減点対象です。マイナス40点です。はい。最後に、にわけんくんです。まあ、にわけんに関してはさっきも言ったんですけども、ポイントとか、駆使して、もうなんとかこう5000円に収めようとめちゃくちゃ頑張ってくれて、時間も2倍近く、まあ、本来1時間ぐらいっていうのを2時間ぐらいかけて選んできてくれて、まあ、残念ながらね、今回その投票では最下位だったんですけども、愛がすごいと俺は思いまして、彼をですね、個人的 MVP にしたいと思います。と言ってもですね、まあ、一応企画なんで、まあ、MVP に選ばれたところで、自腹は免れませんので、にわけんくんは、払ってください。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。まあ、本当にね、今回たくさんの方に投票してもらってすごく、盛り上がりを見せた白熱した戦いだったと思います。まあ、ちなみにね、3人とも私服で着させていただいてるんで、本当にみんなには感謝をしております。ありがとうございます。ちょっとね、先ほど辰馬が来たので登場してもらいたいと思います。1位の辰馬くん。いやどうもどうも、1位の辰馬です。辰馬くん、はい、はい、今回1位おめでとうございます。はい、ありがとうございます。しかしね、まあ、うん、さっき僕ここで言ったんですけども、はいはい、GU の広告にですね、全く同じコーディネートで福士蒼汰が映っていたという。違う、それはマジで知らん。それは真相どうなんですかこれ。じゃあでも、うん、実際、うん、
あれセットアップじゃん、うん、セットアップだから、うん、もうあの使い方がベストなのよ。あの福士蒼太さんのあのコーディネートがベストなんですよ。はい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 。あのまあね、上下セットアップってことなんで。でも唯一違ったのは、うん、インナー、白のクルーネックを、うんうん、多分福士蒼太さんは着てたと思うんですけど、うんね、はい、僕は黒のハイネックっていう、またちょっと別の、うん、別、白のクルーネックはちょっとカジュアル味があるかなと思ったんだけど、その黒のハイネックを着ることによってさらにドレス寄りにあのコーディネートされるということで、やっぱそこも含めて陽介くんに合ったコーディネートになってるんじゃないかな。なるほど。でもちょっと一つ言わせてください、はい、あのね、まあ、このね企画をやって、はい、この撮影した次の日、うん、僕は 見たんですよ。なんだ、あの陽介くんの LINE のアイコンが僕のコーディネートになった撮影の次の日。でもその瞬間僕ね、あ、勝ったなって思った。めちゃめちゃ気に入っとるやんけど。しかもツイッターのアイコン、はい、あれもね撮影の日多分撮ったと思うんだけど、うん、上着、僕のコーディネートです、うん、あれめちゃめちゃ気に入ってますこの人。まあありがとうございます。いやもう個人的 MVP でしょ。どう考えてもこれも超プライベート的 MVP。 そうもうね、戦いに勝利した、そして MVP も、 もう勝ち取ったと。もう誰も僕にも文句は言えないよこれ。もう完全にこれ ね気に入ったでしょ。気に入ってます。ほらそういうことですよ。気に入ってます。すいません、勝ちですわやっぱりね、はいはい、ありがとうございます。ということで、まあこれからもよろしくお願いいたします、はい、皆さんこういうね、コーディネートの企画今回やったんですけれども、またね、はい、面白い企画だったりとかいろいろと考えておりますのでね、うん、こういうバラエティ企画も皆さんこれからも楽しみにしててください。ということで、ツテルクロムでした。またね。ありがとうございました。バイバイ。